ある蒸し暑い日の夕暮れ時俺は2階で昼寝をしていたピンポンピンポン誰か来たようだ俺以外家には誰もいないしめんどくさいので無視して寝ていたするとまた ピン,ンピンポン、ピンポン。ピンポン、ピンポン。と、しばらく一定のリズムをつけつつ、鳴り続けるチャイム。んだよ、押しつけえな。一体誰が来たんだよ。 と2階の俺の部屋から玄関をそっと見ると白っぽい服を着た40歳くらいのおばさんが麦わら帽子をかぶったおそろいの白い服を着た女の子を連れてチャイムを押しているようだった最近流行ってる子連れの勧誘かなんかかたぐめんどくせえなまあでもとりあえず出てやるか と思い、下に降りて玄関を開けると、誰もいない。だよ、もう行っちゃったのか。早えな。もう一回寝ようと、再び二階の自分の部屋で横になった。すると、ピンポン。ピンポン。 また鳴った。窓から見るとまたあの親子。何なんだ一体。俺は半分切れ気味で下へと駆け下りた。その間もずっと一定のリズムで鳴り続けるチャイム。玄関のドアをバーンと開けて怒鳴りつけようとした。 が、誰もいない。ドアを開ける直前まで確かになっていた。隠れる場所なんてどこにもない。どんなに足が速くても、一本道の突き当たりにある家から見えなくなるはずがない。しばらく、ポカーンと、 その場で立っていると、ピンポン、ピンポン。目の前のインターホンに誰もいないのにチャイムが鳴り響いた。俺はダッシュで家に入って鍵を閉め、部屋のカーテンをして、布団に入って震え続けた。 それからしばらくチャイムは鳴り続けた。もう一回窓から玄関を見下ろすことはどうしてもできなかった。次の日の朝、親に叩き起こされた。あんたに手紙、女の人から見たいよ。と。 ニヤニヤしている。新聞を取りに行って見つけたらしい。白い封筒で名前は書いてない。なんでこれで女だってわかるんだよ。と、とりあえず開けてみると、綺麗な文字で、何かがあなたの家へ入ろうとしています。 激安アパート。 大学生の時、4年間住んでいた激安アパートが、やべえ住人しかいなかった、っていう話。そこは都内だけど、家賃3万円台。某物件サイトにも、家事マークで載っているとこ。バルコニーと建物全体が変な形というか、ミニ四駆でいう肉抜きをしていて、 二階の部屋から前回の廊下が見える以下やべえ住人エピソード入り口の集合ポストのとこの掲示板に苦情のありましたのぞきは人ではありませんので過度な反応は控えてくださいと書いてある三階建てで 二階の真ん中を借りて全方向から規制とかうめき声とかあらゆる声が聞こえてくる左隣のポストに外側からリカちゃん人形の胴体が詰め込まれていて毎月それが増えていく上の住人が炭を溶かした水で風呂とリビングを浸水させ俺の部屋の天井が ぼつぼつの真っ黒になる「お母さんです」と一見タレントの断蜜を老けさせたみたいな小切れだけど目つきが尋常ではない初老の女性が23時前後に定期的に訪問してくるちなみにこの人は1階の人で全部の部屋にやっていた 上からションベンが流れてくる。好奇心から泊まりに来た友人二人がバルコニーに立って隠れながら住人を観察して、住人の動きがサイレンみたいだわ、と本気で青ざめていった。ここで言うサイレンはゲームのこと。 そんで、唯一のお化けっぽいエピソードがある。先ほど書いた友人二人が泊まりに来た時と、集合ポストのとこの掲示板の貼り紙の内容。最初、猫とかが覗きやいたずらしに来るのかって思っていたら、そうでもない。住み始めて四日目。 0時から3時の時間帯で強烈な視線というか誰も喋らない大人数に囲まれてるような変な緊張感が1時間今日続くことに気づいた。引っ越して1日目から住人がやべえやつばかりと気づいていたから関わらない方が吉と思って無視をしていたんだけどどうにもトイレのある玄関方面から 毎日変な感じの視線が続いて、すだれで玄関からトイレの扉の間をシャットアウトすることにした。それ以外は特に何もなかったので、やべえ声も家賃のこともあったし、イヤホンと耳栓ですべての音と雰囲気を遮って毎日早めに就寝していた。 ほどなくして、お母さんですおばさんの存在が出てきて、俺は勝手に、視線イコール、住人のおばさんと勝手に解釈していて、変な安心をしていた。でも来るのは週に1、2回だし、そもそも時間帯が午後9時前後だし、どうせならひとまとめにしてくれ、とすら思っていた。 大学2年の秋、大学の友人2人に徐々にやつれてきている理由を聞かれて、部屋のことを言ったらぜひ泊まりたいってことで、2人が金土日に2泊3日することになって、先に書いたやべえエピソードを真に受けてなかった2人は、本当っていうことが分かってどん引きしていた。 さすがに毎日覗きに来るおばさんはやべえ。身なりきれいならまだ話せばやめてくれるかもしれない。ってことで二人で注意してくれることになった。毎日やってくると話したら、初日はまず何もしないで普通に過ごしつつ、どんな感じか体験しようってことになって、ちょうど 午前一時くらいにアニメ全員で見ていた時に異常な緊張感がやってきた俺は慣れたもんだったけど二人が俺の顔をパッと見るくらい他人でもわかるくらいの異常さというか玄関から異常な視線がユンユンしてくるジェスチャーと口パクで 友人が玄関のすだれを指さしながら、これか、これか、ってやっていて、俺がうなずくと、二人は俺に超くっついてきて、一日目は終了。二日目の朝に、あれはやべえわ、って、すでに二人がやつれていて。でも、 あんなのを掘っておくのはお前がやばくなるかもしんない。って友人二人は話していて注意はしてくれるってことになった。無理せんでもいいよって話をしたけどこのことに俺は本当に感動した。適当に昼間遊びに出て三人で帰宅したのが 午後10時もしかしたらお母さんおばさん来るかもって話をしていたら案の定来たでもドアをトントンとして「お母さんです」って言っていくだけだしのぞきは現行犯じゃないとって話になって3人でがん無視していた するとおばさんは隣の部屋に行って通常運行問題の視線の時間付近になって住人が住人なんで逆恨みとかされないように念のため二人には覆面というか手ぬぐいかぶってもらって顔をわからなくしてもらったそれで安心したのか注意してやるぜ みたいな雰囲気になって、これはいけるってなったんだけど、0時をちょい過ぎたあたりで強烈な視線が来て、二人はやっぱり萎縮していた。でも頑張るってジェスチャーをしながら、俺は金属バット持って待機。視線が来て二十分くらい経った時に、 ゆっくり玄関まで行って、二人はせーので、バッとすだれをよける音がした。その途端、友人一人の本気の悲鳴と、もう一人は腰を抜かしていて、あの強烈な視線はなくなっていた。ただしその時だけで、翌日以降は普通に視線はあった。 友人二人は、フクロウとガって言ってて、話を聞くと、ガの目玉模様みたいな崩れた顔が覗いていて、二人が見た瞬間にスッと下に向かって消えていったそうだ。玄関ポストと下は顔をバッて下にやったら顎を強打するくらいの距離だったから、 多分おばさんではない気配と足音もその後はしなかったそれで結局虫が一番いいっていう結論になった三日目の朝帰るとき友人二人はしきりに引っ越した方がいいって言っていたけど 正直財政的に無理だったので4年間過ごし通した体重は23キロ減って顔色悪いヒョロがりになって卒業する頃には見た目だけならあのアパートの住人とあまり変わらなかったと思う話はこれでおしまい 問題ある格安物件はいろいろと消耗するからマジでおすすめしないっていう話でした「そばにいる。 千葉にいた頃の話今から20年ほど前小学校の頃近所の公園で友達と遊んでいた俺は転んだか何かで膝を怪我してベンチに座っていた友達がキックベースをしてるのをぼーっと見ていたら髪の長い女の人がこっちに近づいてきた すごく痩せていて目が大きかったその人は俺の方を見ながら何かを繰り返し喋っていた最初はよく聞き取れずボソボソっとしか聞こえなかった頭を洗うような感じでわしわしと書きながらずっと俺を見て喋っている 気持ちが悪かったけど露骨に逃げるのも悪い気がして遊んでる友達に無理やり意識を集中させてその人の方を見ないようにしていたしばらくすると視界の隅の女の人が少し前かがみになった頭をかく音がザリザリと聞こえてきて一緒に 声も大きくなってきた彼女はこう言っていたうるさい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 友達らは確かにギャーギャー騒いでいたけど俺は別にうるさくもしていなかったので何を言ってるんだろう と思いながら無視をし続けたでもだんだんと声は大きくなってくる気になって一瞬女の人を見たらすごい顔で俺をにらみながら「うるさいうるさい」と繰り返していた。 うつむいたままこっちを見てるから半分白目みたいになっていてそれがとても怖かった友達の一人が俺の名前を叫んだそれをきっかけに俺はダッシュで友達の元へと走ったベンチを離れる瞬間女の人がバッと 手を伸ばしてきて、き手首だか肘だか硬い部分が俺の頭に当たったその直後に女の人が絶叫した「俺が合流するかしないかのうちに友達らも全員走り出した」。 猛烈な勢いで逃げたけど、女の人は追ってこなかった。友達は何度も俺を呼んでいたが、俺はしばらく無反応だったらしい。危ねえだろう、と怒られた。それが一度目。二度目は、 中学の時、友達と俺の家でファミコンをしていたら突然悲鳴が聞こえたびっくりして見に行こうとしたら母親が俺の部屋に飛び込んできた「変な人がいる」友達と外をうかがったが誰もいない。 話を聞くと庭先に女の人がいたらしい。頭をかきながらうるさいうるさいと繰り返していたとか。母が震えながら、何ですか、勝手に入ってこないでください。とか言っていたら急に女が叫び出したという。 白目を向いて両手で自分の髪の毛を引っ張りながらギャーと絶叫したらしい俺は小学生の頃を思い出していたその時いた友達も昔公園に居合わせていたので同じことを思ったらしいただ 母親を怖がらせたくなかったので、公園での出来事については何も話さなかった。これが二度目。三度目は曖昧。二度目から十数年後、今から五年ほど前、アパートで一人暮らしをしていたとき、 六畳一間で玄関を開けると二メーターくらいの廊下があって両サイドにキッチンとバスルームそしてトイレがあるという作りの部屋深夜ネットゲームをやっていたら玄関前を誰かが通り過ぎた隣人が帰宅したのかと気にせずにゲームを続けていた そうして再び玄関に目をやったら女の人が立っていた。黒くてボサボサの長い髪の毛を両手で押さえている。誰か来たみたい。と発言してから再度玄関を振り返ったら消えていた。 ちなみに施錠はしていた今のところそれが最後インターホン 姉の話です。姉には一歳になる子供がいて、その子を連れて出かけようとしました。夏でマンションの5階に住んでいたこともあって、窓は開けたまま、火の元や電気だけをチェックして玄関を閉じました。鍵を閉めた後も、そのままドア前で鍵をしまったり、 カバンを持ち直したり、しばらくそこに立っていました。そのうち、抱っこしていた子供が動かした手が、たまたまインターホンのボタンに当たったそうです。ピンポン、と、チャイムが鳴るのをどうと思うことなく、姉は聞き流したそうですが、インターホンから、ガチャッ、と、 受話器を取る音がして一気に血の毛が引きドア前で固まったそうです。旦那さんは仕事に出ていて家には誰もいないはず。姉は息も止めて子供を抱きしめながらインターホンを見つめていました。が、インターホンの向こう側からは最初の受話器が外れる音以外は 何の音もしません。姉の家のインターホンは古いタイプだから電話型の受話器がついています。縦に壁へ取り付いてるため受話器を引っ掛けてる状態でとても外れやすいそうです。一分も経つと姉も少し落ち着きタイミングよく 風か何かで受話器が外れただけかも、と思い直したそうです。それまで急にギュッと抱きしめられていた子供は、姉の緊張が移ったのか静かでしたが、腕の力が緩んだのでご機嫌になり、キャッキャッと笑い声を上げたそうです。すると、 インターホンからすぐに「キャーキャー」ャーと声がしました後で姉に聞いたんですがその声は無表情で老若男女の区別がつけづらい声だったようです男にしては高め女にしては低め としか言えないような声だったとかその声はただただ子供のあげた声の意味がわからないとでも言うように間延びした語尾上がりの声で「きゃー」「きゃー」「きゃー」と一音一音はっきり発音しそれをゆっくり繰り返すんだそうです 姉は子供をきつく抱いて階段を飛び降り脇目も振らずに隣町の実家に車を飛ばしました実家について泣きながら震える姉にこのことを聞いてすぐに姉の家の近くの警察とマンションの管理人に連絡して弟が姉の家に向かいました警官が先頭になって入りましたが 家には誰もおらず、また誰かが侵入したり部屋を荒らした痕跡も見られませんでした。インターホンの受話器は家に上がった時点できちんと壁にかけられており、指紋を採取してもらいましたが、姉と旦那さん以外の指紋は取れなかったようです。インターホンの故障や電話のように混戦、 したのかも、と業者に調べてもらいましたがインターホンに不具合はありませんでした以上ですちなみに姉はしばらく実家で過ごした後、その家を引っ越しました未だにインターホンが怖いそうです 友人の家友達の鈴木の家に遊びに行った時にひどい目に遭った奴は大学受験に成功してその年から一人暮らしをしていたで実家組の俺は結構それが羨ましかったんだ でもなんか、新生活が始まってからしばらく経って、久々に会った時に、奴にしきりに、家に泊まりに来い、と誘われた。今までも、奴が実家住まいの時なら、何度かお邪魔したことがあるけど、一人暮らしの部屋は初めてだったから、行きたいとは思っていたんだけど、あまりにもしつこく誘うんで、なんか、 不思議に思った。それで、なんかあんのその部屋。と、俺が尋ねると、鈴木はちょっと眉をしかめて、来ればわかる。てか、いいから来てくれ。頼む。と言った。俺の今までの経験的に、 こういうのに素直についていかない方がいいっていうのはわかってる。でもなんとなく久々に会ったっていうのもあったし、何より俺は一人暮らしの部屋っていうのを見てみたかった。で、後日泊まりに行くことにした。その泊まった日のことなんだけど、奴の部屋は案外普通だった。 汚かったけど、まあ一人暮らしならこんなもんだろうし、狭さも一人なら別に構わない感じ。壁が薄いのか、しきりに隣の人の水を流したりする生活音が聞こえていたけど、そんなには気にならなかった。行ったのも夕方だったし、なんかバカなことを話したり、テレビを見たりしていたら、 あっという間に夜中になった部屋でほぼ雑魚寝状態で寝ていたんだけどその時鈴木がすごい不安そうな顔をしてドアの方を見ていた時刻は夜中の2時前いわゆる何かが出る時間 それであまりにそういう顔を崩さないもんだから、どうしたんだよ、って言うと、そろそろだ、と。すごい嫌な予感がした。泊まりに来いって言われた理由が分かった気がした。それで、 時計の針が二時になった瞬間、玄関のドアノブが回された。もちろん鍵が閉まっているから開きはしない。でもガチャガチャと明らかになんか開けようとしてる感じ。布団から身を起こして、何あれと聞くと、鈴木は布団に潜ったまま、 俺が聞きたいよ。でも引っ越してから毎日なんだ。もしかして、あれのせいで俺を呼んだのかよ。うーん、うん。でもまあ、あれだけじゃないんだけどさ。でもあれは実害はないから。はあ ドアノブをガチャガチャする音は5分くらいで止んだ。その後しばらく何も起きなかったし、人間でも人外でも気味が悪かったけど、俺はもう一度布団に潜り込んだ。奴の言い方から絶対他にも何か起きるんだろうな、と思ったから、無理やり目をつぶって寝ようとした。 それで、うとうとし始めたくらいの時に、なんか、左のほっぺをくすぐられてる感じがした。髪の毛だと思ったんだけど、鈴木が寝ているのは、俺の右側。じゃあ、何が当たってんだ。と思って、薄目を開けると、なんか、いた。 正直言うと、それがどんなもんだったかはよく覚えてない。多分、一瞬見て、すぐ目を閉じたからだろうけど、明らかに生きている女じゃなかった。ああ、でも、一応女でした。多分。その後はどんなに頬をくすぐられようと、目をつぶって耐えた。 あと、窓をバンバン叩くような音も聞こえたけど、もう見るのも嫌だったから、寝たふりを続けていた。だって、これ以上変なもん見たら、本気でちびりそうだったし。で、次の日の朝、鈴木に怒ったら、あ、はあ、やっぱお前にも見えた。と言われた。 結局、眠れないまま朝を迎えた俺は、奴にキレながら、どういうことだよみたいなことをわめえたんだけど、奴がひたすら謝るもんだから、だんだん怒りも覚めてきた。本当にごめん。なんかさ、引っ越したその日からずっとなんだよ。 でももし、俺にだけ見えるもんだったらどうしようとか考えちゃってさ。誰かに相談しようにも、親はそういうの信じない人だし。でもそっか。お前も体験したんだったら、俺限定じゃないってことだよな。よかった。お前なそれだけのために俺を呼んだのかよ。うーんー、つーかさ。 これ以上一人であの部屋で寝るの正直無理だった。だからお前も同じ体験したら信じてもらえなくてもお前の名前出して親説得して引っ越ししようと思ってた。だったら最初から親呼べばいいじゃねえかよ。いきなりそんなこと言ってもストレスから来る精神病とか何度か言うぞあの親。その上親には見えないものとかだったらどうするよ。 俺、病院には入りたくないんだよ、マジで。最初から、怪奇が起こることを知っていて、黙って止めた鈴木には、再び怒りが湧いたものの、その後、朝食兼、昼食をおごってもらったから、許すことにした。怖かったけど、多分奴もかなり怖かったんだろうから。 その後すぐ、鈴木は別のアパートに引っ越した。よかったな、と言うと、奴は大きくうなずいた後にぽつりと言った。あそこさ、壁薄かったじゃんか。うん。で、結構隣の人の生活音が聞こえてきただろう。ああ、そうだね。 でさ、一応交流はなかったんだけど、挨拶くらいはしてた方がいいと思ったんだ。出るとき。それで安いお菓子持って挨拶しに行ったらさ。うん、それで俺の両隣、空き家だったんだ。同じ階には、 他の人間が住んでる部屋もあったらしいけど、でも、それであんなに生活音が聞こえるもんなんか。俺が聞いた生活音は、足音だったり、水の音だったりで、確かに人間のものだったはずなんだけど。とりあえず、俺の一人暮らしへの憧れはなくなった。 文字にするとありきたりだし、大したことないと思うんだけど、正直すごい怖かった。こういうこと実際にあるんだなって。幽霊だったのかなあれ。人が死んだ部屋です。とかは言われなかったって言っていたけど、アパート自体が相当ボロかったしな。 俺が体験した以外にも、その部屋にいる間、いろいろと鈴木は体験したらしいけど、怖かったからか何が起きたかはほとんど聞けなかった。 訪ねてきた夏の出来事俺が学生の頃に住んでいたのは東側と北側に道路がある十字路の角地で南向きに建っているアパートだった2階建ての8世帯あるアパートで東の道路側 一階の橋の部屋に住んでいた。周りは民家よりも畑が多く、数年前から建て売りがポツポツ立ち始めたような郊外だ。ある夜、しょっちゅう俺の家に来る友人と二人で、いつものように飲んでいたら、ピンポン、とインターホン。 まだ十時ぐらいだったので他の奴が遊びに来たのかと思って確かめもせずにドアを開けたそしたら三歳くらいの女の子が立っていたこんな時間に子供と思ってとりあえずどうしたのかなと聞くと泣いていて何を言ってるのかわからない そしたら、奥から友人も来て、二人で子供の名前を聞いた。まるくみ。くみちゃんっていうのか。いくつおうちはどこ子供が苦手な俺に代わって、友人があれこれと優しく聞いてくれた。 しかし、子供相手じゃ容量を得ず、二人で、どうする警察に電話しようかと、そんな感じで玄関先で数分やっていたら、急にその子が十字路の方へと走っていった。あれと思って見てみると、十字路のところに、 お母さんらしき人がいた。女の子と手をつなぐと、お母さんはこちらを振り向きながら頭を下げて行ってしまった。俺は友人と、こんな時間に変なの、とか、人騒がせだよな、とか言い合って飲みの続きを開始した。 それからしばらくすると友人が。でもさ、さっきの変じゃね何があの親の顔見えたうーん、あんまり。でも、そのジュジロの街灯って結構明るいよな。普通だったら、服装とか顔立ちとか。 俺の部屋の玄関からなら、はっきりとわかるはず。北に玄関があって駐車場。その角の十字路の街灯だから、玄関先からあの十字路まで、十メーターもない。なのに、俺と友人の記憶では、あのお母さんは、黒いフィルターがかかったような、ぼんやりとした印象で、顔はおろか。 服装すらわからなかった。そしたら、また友人が。お前んちのインターホン、あの子の身長で届くかそれにこんなに暑い中、やけに厚手の長袖の服着てなかったかと、ここで二人して怖くなった。 俺の借りていた部屋のインターホンは普通よりもなぜか高い位置についていた背の高い友人が「かがまなくていい」と言っていた位置だしかも季節は夏それから何日かして夕方帰宅した時に 郵便受けに候補を入れに来たアパートの大家のじっちゃんに会ったあの日のことが気にかかってじっちゃんにあのこの辺に〇〇さんっていうオタクってありますかと聞いてみたそしたらうーんこの辺にそんな人はおらんと思うよああでも 七八年くらい前にそこに家があってね、そこの人が〇〇さんだったよ。借金か何かで一家心中して五六年前に取り壊したんだ。小さい子がいたのにかわいそうだった。と言う。そして、大家のじっちゃんが指さしたところがあの十字路の角だった。 俺の住むアパートとちょうど斜めの位置にある草の生い茂った空き地だった。このことを友人に伝えると地元出身のやつにも聞いてみようって言うんで違う学部の地元のやつに聞いたら俺のアパートのあたりで一家心中があったのを覚えていた。もしかして 地元では有名な話かよ。って、友人と市の図書館で新聞を調べたら、マジで記事があった。しかも、女の子の名字も名前も一致していた。あの日、俺ん家に来たのは何でなんだろう。どうして夜中でもない時間に。 今となっては忘れられない学生時代の思い出だがあの日以来何があっても借金の保証人にはならないと誓った。 隣人8月に実際に体験した出来事半年ほど前から一人暮らしをしている古いマンションの隣人の話僕は夜から朝までの時間帯の勤務で昼夜逆転の生活をしています その日も朝帰って昼頃に寝て夜中の0時あたりに目が覚めましたそれからしばらくテレビを見ていたら隣の部屋から声が聞こえてきました年を召された感じの女性の喋る声ちなみにこのマンションは一つのフロアに 三部屋ずつしかなくて僕は真ん中に住んでいます反対の隣人はたまに見かけるんですが声がした方の隣人は見かけたことはおろか声どころか物音もしたことがないのでそこで初めて人が住んでることを知りましたそれでも気にせずにいるとその部屋の方の壁が となりました夜中の2時過ぎということもありテレビがうるさいのかと思って電源を切りましたするとまたコンコン気味が悪くなりましたするとまた声が聞こえだしたので 壁に耳をつけて聞いてみました。内容としては、こんな体だから外に出れない。母が寝たきりになっている。今、壁側のところに立っています。もう一度壁を叩いてもらえませんか みたいな内容を喋っては一分ほど黙り、また喋っては一分ほど黙りの感じで誰かと電話してるみたいでした。にしても感覚がやたらと長いのと、明らかにこっちの壁に喋っているのと、内容にこの部屋のことが含まれてるのとで気になってしょうがなくなりました。 するとまた、コン、コン。それに対し、ちょっとした出来心で、こちらからも壁を叩いてみました。すると、はーい。返事が来ました。いや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 、たぶん。 電話の返事のタイミングと重なっただけだろう。と思い、もう一度。コンコン。はーい。その後さらに、もう一度叩いてもらえますか。とか、何度も言ってきたので、恐怖と怒りで壁を殴りました。 すると隣もシーンと静まり返りましたそのまま朝になりうとうとしていると玄関の方から声が聞こえてきました物音を立てないよう玄関まで行きドアの覗き穴から外を見ると赤チェックのパジャマを着たガリッガリの560代の女性が。 両手で水をすくうような動作をしながら立っていました。髪の毛は真っ黒でボサボサで、お腹のあたりまで伸びっぱなしで、いわゆる幽霊のような見た目でした。すぐにドアから離れて声を聞いていると、おうむが来たぞ。おうむが来たぞ。 ホームが来たぞ。と、ずっと、呪文のように繰り返していました。とりあえず様子を見ようと、10分くらいそれを聞いていると、急にその女が歩き出して、隣の部屋のドアが開いて、閉まる音がしました。ここで初めて、 隣人はあの女だということを知りましたとりあえずもう帰ったみたいだからまた睡眠そして夕方頃に物音で目が覚めました玄関のドアノブがガチャガチャ回されていました ちょっとガチャガチャやって少し開けてまたガチャガチャを繰り返していました玄関まで行って覗き穴を見ると隣の女がうちの前でくるくる回っていましたするとまた立ち止まってガチャガチャ気味が悪かったから無視しました 一時間くらいやられていましたが、結局、隣の部屋に帰っていきました。すると、その十分後くらいに、また外から声が。玄関に近づくと、天神様の言う通り、天神様の言う通り、天神様の言う通り、と、ずーっと言っていました。 そのまま三十分ほど放置しましたがあまりにもしつこいのでドアを内側から蹴りました。すると驚いたようですぐ部屋に帰りました。それから時間が経って夜の八時頃またガチャガチャ鳴り始めました。 ドアノブを回しては部屋に戻りまだすぐ出てきてはドアノブを回すをずっと繰り返していました文句を言いたいのは山々なんですが怖くて動けませんでしたそれでもコンビニには行きたくなってきたんですドアノブをガチャガチャした後 部屋に一旦戻るみたいなので、その間に急いで出ればいいや、と思い、タイミングを見計らって出ることにしました。女性が部屋に戻ったのを確認し、部屋を出て鍵を閉めて走ってエレベーターへ。ちなみにエレベーターは隣の女の部屋の正面。 こういう時に限って遠い階に行っているエレベーターをボタン連打で呼びました。すると後ろから、とゆっくりドアが開く音がしました。恐怖で後ろを振り向けなかったんですが、エレベーターの扉に反射してドアが開くのが見えました。 さらにその空いたドアから、ぬーっと、黒い塊が出てきました。ぼさぼさの長い黒髪。全身鳥肌が立ったところで、エレベーターが着きました。エレベーターに乗ろうとしたところで、この部屋に住んでるんですか と枯れた声が後ろからしました恐る恐る振り向くと覗き穴越しに見るよりもさらにおぞましく見えた女性が僕の部屋を指さして立っていましたそうですけど丸太さんですかはい違います ていうかうちに何か用なんですか僕は半年前に引っ越してきてあなたなんか知らないんですけど。私と話したことありますかいやだから話したことないし知らないんですけど。前住んでた人と間違ってるんですかあと、ドアガチャガチャすんのやめてください。 そう自分が言うと女は無言で部屋に入っていきました。ドア開いた時にちらっと中見たら電気ついてなくて真っ暗で段ボールが散らばっていました。そのままコンビニへ。しかしここで不安が一つ。部屋に戻る時、 いやエレベーター開いて目の前にいたらどうしようとりあえずコンビニで買い物を済ませマンションへエレベーターに乗りできるだけ後ろに下がって自分の階へエレベーターのドアが開く瞬間は冷や汗だらけでしたがそこにはいませんでした 一応、人違いも伝えたし、もうガチャガチャすんなって言ったから、大丈夫かなと安心しながら、エレベーター降りて通路曲がると、うちのドアの前で、女がまた、両手をゆらゆらと揺らしていました。恐怖と怒りがこみ上げてきて、どうしていいかわからず、急いで部屋に入って、また内側からドアを蹴りました。 するとおとなしく部屋に帰っていきました。そうして翌朝、またドアノブがガチャガチャされている。さらに、聞きたいことがあるんです、という声。明らかにあの女だった。 チェーンロックをかけたままドアを開けました。もう何、うるさいんですけど。宮崎さんですか宮崎、誰それ違うから。宮崎さーん。誰もいないから一人暮らしだから。誰かと住んでるんじゃないですか だから一人暮らしつってんでしょ。てか警察呼びますよ。もう来ないでください。そう言うと、おとなしく部屋に帰って行きました。がその後すぐまたガチャガチャ。今度はドアを勢いよく開けて。うるせえなあ 怒らないで聞いてください。何あれを作ったのは宮崎さんじゃないですよ。はあれって何本当に迷惑なんだけど。おい。はい。もう来んじゃねえよ。おい。ははい。 わかった。はい。よし、もう、じゃあもう帰って。また、おとなしく部屋に帰っていきました。そうしてまた数分後、外から声が。覗いてみると、またあの女。しかし、いろいろ。 いつもと違っていました。いつもは暗くて、もごもご喋っているんですが、見えない誰かと喋ってる彼女は、満面の笑みで、声のトーンも高く。ねえ、いいじゃん。ねえ、貢献してよ、貢献して。うん。<laughs> いいじゃん。ねえ、入れて、入れてよ。ちょっとだけ。 ねえ、いいじゃん。ねえ、見せて。携帯見せて。と、うちのドアに向かって喋っていました。まあでも、ドアノブ触ってるわけではないから、多めに見てあげたんです。ですが、どうやら、テンションが上がってきたみたいで、結局、ドアノブをガチャガチャ。 完全に頭に来た僕は内側から鍵だけをそっと開けました。そしてまたガチャガチャ。しかし鍵を開けていたので急に開くドア。そこに待ち構える僕。いきなりドアが開いてびっくりした女に向かって、うるせえんだよこれと叫びました。 それ以来、女の被害にはあっていません。というか、見かけてません。物音はするけど。ちなみに、まだそのマンションに住んでいます。